内灘町は石川県の中西部に位置する町。河北郡に所属しており、隣接する金沢市のベッドタウンとなっている。金沢市への通勤率は52.4%。西に、日本海、南に、金沢市、東に、津波田町、北に、河北市に囲まれている。町域のほとんどが砂丘である。河北方、大野川などがある。日本海側には、暴風のため、 松屋、偽アカシアが植えられている。内灘海岸は夏に金沢からの海水浴客で賑わう。東西の距離2 9トル南北の距離9 0トルの工房を持つ。最高海抜高度5 8 5 1ル町内にある小浜神社は約1300年の歴史を持つ。戦前は遠洋漁業が盛んであった。戦後、 1952年から砂丘地の大部分が米軍に接収され、米軍砲弾死者場が建設された。ここで反基地運動の先駆けとなる内灘闘争が起こった。1957年に米軍は撤収した。この間に死者場の保障事業として公共施設や道路が建設された。そして砂丘が開墾され、河北方の干拓が進み、現在は 金沢近郊の住宅地となっている。警察消防郵便局医療金沢医科、大学病院国の行政機関内灘駅、北陸鉄道グループの北鉄金沢バスの路線が、県六園下や JR 金沢駅方面から、東町内を縦断する石川県道8号、末島う野木線を経て、JR 宇野木駅方面に至る路線や、北陸鉄道浅野川線内灘駅を起点に、 金沢医科大学病院、白保台ニュータウン方面へ至る路線を運行している。校舎のほぼすべての便が、北陸鉄道朝野川線と接続し、内灘駅への列車到着と合わせている。このほか、能登方面特急バスも、岩井病院と紅葉台に停車している。内灘町コミュニティバス、野田バスなどは、全長ルートと南部ルートを運行しており、 日本海観光バスに運行を委託している。キャラクターがラッピングされた小型の車体を使用し、全路線、全区間一乗車につき100円均一の低運賃が特徴。なお、浅野川線とは接続していないほか、最終便も比較的早い。ありがとうございます。